はい、どうも達也です。いつもこの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、 iPhone や Apple Watch などのデバイスを充電できるですね、このモバイル充電器を紹介していきたいと思います。こちらはね、ローリーさんというメーカーのね、 3-in-1 のモバイル充電器になっています。このメーカーさんについてはですね、以前ね、この一度に4台まで充電できるモバイルバッテリーをご紹介させていただきました。今回もね、自由にレビューしていいよということで1台ご提供いただきましたのでね、中身の方しっかりチェックしていってね、どんなものかを見ていきたいと思います。というわけで早速行ってみましょう。私のチャンネルでは iPhone や Apple Watch などのガジェット系の紹介動画や、クレジットカードやデビットカード、プリペイドカードの券面紹介、そしてお財布やカードケースなどの紹介動画もアップしております。ぜひチャンネル登録と高評価の上、他の動画も見ていただけると幸いです。はい、それではね、製品の方確認していきましょう。まずはね、この製品のスペックですが、この製品で充電できるのはまず iPhone のマグセーフ充電、そして Apple Watch、また AirPods の充電が可能です。そしてワイヤレス充電対応のスマートフォンでも充電が可能になっています。充電時間についてはマグセーフでは最大 15W の充電が可能です。 Apple Watch については最大 2.5W までの充電が可能、そして地位充電については最大で 7.5W 以上で急速充電が可能となっています。では箱から出していきましょう。はい、出てきました。こちらが製品になります。中身を詳しく確認していきましょう。まずこちらがね、取説になります。こちらは日本語表記になっています。で、中の説明もきちんと日本語で対応されていますよ。まあ、ただね、ここ一箇所見たらわかるんですけどね、 USB-A コネクタを挿してくださいって書いてますが、ここはね、安心してください。ちゃんと USB Type-C になっています。裏面はね、後付けマグセーフリングの貼り方やね、まあ、スタンドの機能とかについての説明があります。気になった方はね、一時停止してね、確認してみてください。それではね、製品の方を取り出して確認していきます。で、こちらがね、後付けのマグセーフリングになります。こちらはですね、ちょっと待ってください、あ、取れた。こちらはですね、マグセーフリングはね、後付けになってます。これね、両面テープで留める仕様になっています。こちらはね、使わないので置いておきます。で、こちらが製品本体となります。そしてこちらが付属の USB Type-C2C の 1m のケーブルになっています。製品についてはこんな感じの3点セットが入っていました。はい、それでは製品の方を詳しく見ていきましょう。まずはこの養生フィルムを剥がしていきます。はい、養生フィルム2枚とも剥がしました。このマグセーフの磁石の部分は結構ツルツルしてますね。で、こちらの充電器はね、このようにスマホリングもついてるんでね、ケーブルさえ外せばね、スマホリングとして運用することも可能です。それではね、サイズと重量を測っていきます。まずね、重さはですね、約 50g ですね。まあ、リングがついててね、ケーブルなかったらこんな感じですかね。サイズについてはですね、まあ、約 6cm ってとこですね。で、そしてこの厚みの方ですね、リングのところまで入れてもちょうど 1cm でした。はい、それではね、実際に iPhone に装着していきたいと思います。ちょっと撮影の関係で先にケースだけでつけていきます。まあ、こんな感じでね、マグセーフで固定されます。厚みもね、そんなに言うほどないですね。で、このようにね、リングがついてるんでね、ちゃんとこう持つこともできますし、で、このリング自体はね、こういう風に回転するんでね、まあ、自分のこんな感じでね、指に合わせてね、こう引っ掛けることも可能です。次に充電ケーブルの方を挿してね、確認していきたいと思います。で、ケーブルはね、 USB Type-C2C なのでね、この Apple 純正の 20W のね、アダプターを使用していきます。まあ、こちらの方がね、高速充電に多分対応できると思うんでね、まあ、これがあるならね、これを使っていただいた方がいいと思います。まずケーブルを挿します。で、反対側もね、同じく Type-C なんでね、こちらの方に挿していきます。はい、こんな感じです。で、あとはね、マグセーフなのでね、この背面にですね、このままマグネットでパチンってね、こう止める感じですね。はい、こんな感じです。で、ちゃんとね、マグセーフの高速充電の表示も出ましたね。まあ、こんな感じですね。はい、それではね、このマグセーフリングを使ってね、充電しながらね、スタンド機能をチェックしていきます。で、こんな感じでね、 USB のケーブルを挿しながらね、充電することは全然可能です。
こんな感じでね、横向きにしてね、こうやればケーブルが横から出るんでね、邪魔にはならないですね。で、まあこれね、気になったポイントとしてはですね、まあこのケーブルを外した状態だとしても、まあ、先ほどのようにですね、横向きのこんな感じでスタンドにすることは可能なんですけどね、これね、縦にね、こう画面をね、こう置いてっていうのはね、ちょっと難しいかもしれないですね。まあ、こんな感じでね、いくらカードをね、こうちょっとね、だったとしても、これね、このスタンド自体がね、こう縦で置くっていうのはちょっとできなさそうですね。まあ、横向きが、まあこれはいいかなっていうことなんでしょうね。ではね、もう一つの売りであるね、Apple Watch の充電の方を今から見ていきたいと思います。Apple Watch を充電する際はですね、こちらのリング側にね、ウォッチを乗せるような感じですね。今からね、乗していきたいと思います。で、こんな感じでね、私が今使ってるね、ウルトラですね。まあ、こちらをちょんと乗せると、あ、ちゃんとね、充電しましたね。で、これね、結構磁力があってね、こんな感じでね、モバイル充電器がね、持ち上がるぐらいの磁力はあったんでね、勝手に外れて充電がね、解除されるってこともなさそうです。これめちゃくちゃいいですね。はい、それではね、この製品の特徴のね、一つでもある Apple Watch とね、iPhone 同時充電をしてみたいと思います。まずこのような感じでね、まずマグセーフの充電ができています。で、この上にですね、Apple Watch ですね、このまま乗せると、あ、両方充電できますね。これだったら、まあ旅行とかね、出張行くときにですね、無駄なね、こうケーブルとかアダプター持っていかなくてね、これ1個でまとまって持っていけるんで、これは結構便利ですね。まあ、ただね、これ注意点としたらですね、これ Apple Watch と、ね、iPhone 同時充電してる間はね、両方の端末が使えないんでね、そこだけね、気をつける必要があります。もう寝るんで何も触らないよって人はですね、この状態でね、充電すれば朝起きたらね、両方充電できてるって感じですね。それではね、地位充電の方も試していきたいと思います。これね、iPhone 第2世代なんでね、マグセーフ対応ではないんですけど、こんな感じでね、外付けのリングをつけてます。で、これにですね、このマグセーフの充電の方をピタッとすると、はい、あ、ちゃんと充電できますね。まあ、このあたりね、やっぱりね、さすがって感じです。で、もちろんね、マグセーフのね、このリング使えるんでね、こういう感じでね、充電しながらね、横向きであればね、こういう風に iPhone SE でもね、充電は可能です。それではね、次にね、マグセーフケース付きのね、 iPhone 14 Pro Max に装着します。こんな感じでね、装着できます。で、もちろんね、これね、結構ね、磁力は強いんでね、まあ振ったら落ちますけどね、まあ、こんな感じで、まあ、このコードをね、外せば普通にね、ピタッとこういう感じでマグセーフのね、リングとして使うことも可能です。で、こんな感じでね、もう指を通せばね、もうめちゃくちゃね、14 Pro Max 持ちやすいですよね。で、このリングについてはですね、まあ、先ほども見ていただいたようにね、スタンドとして使う時もあるんですけどね、まあ、結構ね、これ硬いというかね、こんな感じでね、置いてもですね、こうへたりが少ないんですよね。まあ、今ね、使い始めだからっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、こんな角度でもできますしね、まあ、当然ね、こういうふうにね、90度に近い角度で立てることも可能なんですけど、結構ね、こういうね、感じでこう寝かしながらでもね、結構踏ん張ってくれるんですよね。こんな感じで、ほぼね、こう水平にね、なりつつも、結構この角度でも頑張ってくれるみたいな。なのでね、結構このね、リングとしてもね、めちゃくちゃこれ優秀じゃないかと思います。こんな感じでね、任意の角度でね、固定することができるんでね、まあ結構ね、これはね、重宝するんじゃないかと思います。まあほぼね、これ90度ですけど、ちゃんとね、こんな感じでね、支えてるんで、まあ、これはね、結構いいですよね。はい、こんな感じです。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はですね、ローリーさんから新しく発売された 3-in-1 のマグセーフ充電器を紹介させていただきました。この充電器の良いところはですね、まあ、この1台でね、 Apple Watch、iPhone、そしてね、 AirPods が充電できるってとこですよね。またね、マグセーフのリングにもなるんでね、まあ、あまりね、荷物を増やしたくない方とかね、できるだけシンプルにね、まとめたい方はね、かなりこれおすすめだと思います。まあ、あとはね、気になるってほどではないんですけどね、 iPhone と Apple Watch ね、同時充電した場合はね、両方のデバイスは触れないってことですね。
Apple Watch を腕に巻いて寝たい方やね、枕元でね、iPhone 充電したいという方はね、ひょっとしたら寝てる間にずれたりするかもしれないんでね、まあ、ちょっとそういった方にはね、使いづらい製品かもしれないです。この製品気になった方はですね、概要欄、コメント欄に Amazon の URL 貼っておきますのでね、ぜひ飛んでそちらをチェックしてみてくださいね。私のこのチャンネルでは iPhone や Apple Watch などのガジェット系の紹介動画や、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカードを発行しての券面紹介や、ミニマルでおしゃれなお財布やカードケースを購入しての紹介動画などもアップしております。今回の動画が面白かった、役に立ったと思われた方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。はい、というわけで今回も最後まで動画のご視聴ありがとうございました。ぜひまた次回別の動画でお会いいたしましょう。さようなら、バイバイ。